26歳になった私には後悔していることがたくさんあります。互いが互いを照らし合って手紙、私から10年後の未来。お前たちに紹介したい奴がいる。転校生、よろしくお願いします。寄り添い合いながら、時に遠ざけながら、不揃いなかけらとかけらつなぐ。いつかの悲しみも涙した思い出も君の微笑みも。この手紙を書いたのは16歳の私に一生の後悔をさせたくないからです。このまま好きで知らなくてもいい。あの手紙に書いてあることは全部本当に起こるんだ。見てるよ、俺は。私もカケルのこと見てるから。未来にいる10年後の私、後悔は一つ消えましたか？生まれてる、まだ見